お願いします。世界の佐藤大樹さんが来てくれました。世界のスーパースター。いきます。はい、チーズ。コンプレスカメラマンだな。柔らかい感じ。柔らかい。チハルブドレーター。難しい。あー、やらしい。そこやらしい。難しそうですね。結構毎月発行されるごとにチェックしてたページではあったので、こんなに早く読んでもらえるのは光栄です。すごく楽しかったです。はい、ケンチさんと本当にこの1週間で4日ぐらい一緒に会ってて、で昨日もケンチさんがEX賞っていう、僕らがやってる EXPG っていうダンススクールの、その発表会みたいなやつにケンチさんが踊ってるのを僕が見に行かせてもらって、でその夜は一緒にお酒の席で、ちょっとです、僕のすぐ先にケンチさんがフルーツを食べながらこっちをジロジロ見てます。声だけ入ってると思いますけど、ね、はい、結構一緒にいさせてもらってますね。はい、ケンチさんって結構努力家といいますか、本当にストイックな方なので、僕らの見えないところで人一倍ダンスを練習してたりとか、でその姿を僕もしてたので、ちょっと刺激を受けて、今いるパフォーマンスしてるエグザイ、パフォーマンスしてるエグザイルの中では最年少という立ち位置なんですけど、結構普段から話すことも多く、ダンスのことでも話しますし、あとやっぱ共通のお芝居が好きっていうのがあるので、いろんな話もすることが多いですね。はい、しょっちゅうありますね。やっぱり誘っていただくことが多くて、松さんだったりアキラさんだったりとか、アキラさんはちょうど昨日もご飯行こうよって言われて、美味しい鉄板焼き屋さんに連れてってもらったんですけど、でその後ケンチさんとかと一緒にご一緒して、お酒を飲んだ後にまたアキラさんと二人で朝方ラーメンを食べに行くっていう、今日の撮影の朝4時まで僕アキラさんとラーメン食べてましたね。そうですね、やっぱりでも意外とそのエグザイルとしては1回しかまだ単独ツアーやってなくて、エグゼルトライブとしての活動が結構多かったりもして、でもやっぱりどっちのグループも体験できていることのありがたみもありますし、ずっと憧れだったエグゼルに入って本当に毎日が目まぐるしいぐらい変わって、環境もそうですし、自分が好きだったダンスとお芝居でこうやって活動できていることはすごい毎日刺激で、まあ、確かにきついこともあるんですけど、どちらかというと毎日が楽しくて今はしょうがないですね。先輩といるそういうお酒の席だったりもすごい勉強になることばっかりなので、全て毎日楽しいです。はい、たくさんありすぎてもうわからないんですけど、 EXILE としてだったら47都道府県ツアーと、あとやっぱりスタジアムツアー、アジアツアー、やっぱライブをやっぱ一番の活動拠点として置いてるグループなので、テレビもそうなんですけど、やっぱりライブに来ていただいた方に EXILE しかできないそのライブのエンターテインメントをお届けしたいなっていうのもありますし、個人としてはやっぱお芝居やらせていただいているので、主演映画だったりとか、さっきも言ったケンチさんと舞台で共演だったりとか、例えばダブル主演でもいいですし、
いろいろありますね。決めてるんです、昔から。3つあって、はい、学園もの、あとはスポコンもの、一つのことに青春をかけた男たちの物語、あとは推理だ、ミステリー。まあでも、中学生は無理かなでも高校生ならまだいけると思うので、結構学ランもハイ&ローでも来てますし、その1個前のドラマでも来させていただいたので、学生役は結構自分と近いものがあるのでやりたいなっていうのは思いますね。はい、そうですね。今年はまあ、去年に引き続き本当に1年を通して僕たちはさまざまな活動をしてまして、今年は主にハイ&ロープロジェクト、映画もありますしドラマもあって、で夏にはドームツアーもあります。でセカンドさんだったらその後アリーナツアーがあって、で他の LDH のアーティストもたくさんライブをしてるので、新曲もありますし、とにかく1年を通して皆さんにさまざまな活動をお届けできたらいいなと思いますので、今年も引き続き僕たちを応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。以上、 EXILE 新メンバー佐藤大樹でした。ありがとうございました。スマートなテレビジョンをご覧の皆様、こんにちは。EXILE の立花健二です。今月のエキサイト EXILE、こちらの方が来てくれました。どうも、EXILE 新メンバーの佐藤大樹です。よっよっ来ました。ありがとうございます。大樹さん来ました。ありがとうございます。どうですか。いや、念願の念願でも、あの毎回チェックしてました。あ、そうだね。はい、で、お互いが取り合ってるのも知ってました。あ、そうだね。はい、なんで今日実際にまさか呼んでいただいて。どうでしたの、自撮りっていうか。ちょっと結構感動しましたね。いいよね。初めて撮る側に回ったので、撮った時も気持ちいいですし、音も、なんかカメラマンになった気持ちですごい楽しく撮影できました。いや、よかったです。はい、まあ、そんな大樹も、はい、EXILE に加入して2年経ちましたけども。そうですね。どうですか、最近は。いや、楽しいです。毎日、もう毎日楽しいです。最近何やってるの。最近はあのハイローがやっと落ち着いたので、はい、うん、まあ一旦パフォーマーに戻って、はい、一からダンスを学び直してるのと。最近でもあれ、スタジオでよく会うよね。会いますね、結構。もう最近ダンス夢中なんだけど。そうですね、ダンスに夢中ですね。ダンスに夢中です、二人して。刺激を受けてます。最近大樹ハウスやってる。ハウスやってますね。夜な夜なハウスってますね。夜な夜なポップってポップってですよ、ね、隣のスタジオからバチンって聞こえるから、ケンさんの人の音かななんて言ってます。うわー、言うよね、言うよね、そういう風にね。わかりづらそうな、これすいません、怖い。そんな中ですね、はい、いよいよ映画ハイ&ローが7月、16日に、はい、公開されます。はい、本当に一大プロジェクトで。そうですね、いよいよ映画まで来たかという感じですけれども、はい、本当にものすごいスケールで描かれてまして、まあ、登場人物も本当に豪華ですし、はい、千春さんもね。ありがとうございます。今回どうですか、千春さんは。千春さんはあのドラマほど全然出番はないんですけども、はい、もう出る箇所は全力でやったので、うん、でも僕あの二階堂さんの方が印象強いです、今回の映画。ああ、そうなんだ。やっぱりあのゲストであのビッグマンの VI さんに出ていただいて、はい、2人 の、 あの、うん、レストランですか、あの暗闇のすごいレストランですか、うん、会話シーン、まさかの VI さん3カ国語しゃべって、ケンさん2カ国語で、もう顔と会話表情のみの、うん、なんか駆け引きがすごいなという、うん、別に拳ではなくても。そうだね、ほとんど動いてないじゃないですか、うん、でご飯を食べながらなんかお互いの心理だったり、うん、目的を探ってるあのシーンが緊張感あって、まあ、映画マニアとしては好きです。大樹でも映画好きだよね。大好きですね。でもなんか映画舞台、はい、聞いたけど、この前メンディの映画の誘いをドタキャンしたって噂が。しました、しました。メンディがすごい悲しがってる。そうですね、あの一応5個ぐらい年齢は上なんですけど、うん、
全然あ行きましょうって言ってそれが朝9時だったんですよ、うん、で起きたら見たらさせめにちょっとすいませんしかもちょっとすごいなと思ったのがあの9時に起きれる自信ないから大輝が起こしてって言われたんですよ、うん、ちゃんとその役目を担ったんですよ、あ起こしはした起きてますかって言ったら、うん、で、まあ、全然起きてた、うん、行こうよみたいな、うん、起こしときながらすいませんちょっと自分今日体調ザ・ドタキャンというやつですメンディはさぞ悲しかっただろうね、えでも結構大好きだから優しいですねメンさん優しいよねメンちゃんねおーもっとみたいなえとかじゃないなんだよとかじゃなくて決して怒らない、うん、怒んない温かい人でもきっと言いたいことがあるんだろうね いっぱいあったもんねすごい LINE はたくさん来ました、ねはい、そのちゃんと誘い返したそれはちゃんとあの後日すみませんお詫びし、うん、この映画行きませんかっていうのがありました、ねはい受けるどうするね、大輝がメンディのことを育とうとしてますけど、はい、それちょっと話それましたけど、はいそのハイ&ローですね映画もぜひ楽しみに待っていてほしいと思いますけれども、はい、映画公開された1週間後ですね7月22日からいよいよハイ&ローのドームツアーも、はいスタートすることになっております、はい本当に今まで EXILE のライブを見てくれた方々からしてもきっと想像の多分つかないようなかなり圧巻の演出が、たくさん用意されてますので、はい、ぜひこれはもうライブの、ね、会場で体験してほしいなと思いますけども、はい、最近でもリハやってます？やってますね徐々に始まってる感じですよね、うん、今回なんかいろいろこう本当に要素が多いというか、うん、参加するグループも多いですし、はいまあ、リハーサルも結構ブロックごとにこう分けながら、まあ、毎日あるわけじゃないんで、はいまあ、僕たちも日々集中して全体の流れを把握して、みんなでこうチーム一丸となって一大プロジェクトを盛り上げていこうと思ってます、はい、そして、ついに EXILE の新曲のリリースが決定しました、今回のタイトルはですね「ジョイライド歓喜のドライブ」というタイトルになっています、はいフジテレビのですね、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックの中継番組のテーマソングとなっております、はい本当にオリンピックに出る、パラリンピックに出る皆様の、背中を押せるようなそんなすごいポジティブで、力強い楽曲になってますのでぜひこちらも楽しみにしていてほしいと思います、うん、どうですか大輝的にいやなんでしょうやっぱり EXILE らしいなと言いますか、うん、最近の確かに EDM とか流行ってるんですけどとはまた違った角度の王道のなんだろう王道応援ソングと言いますか、うん、聴いてて明るくなりますし、うん、なんか勝手に、まあ、歌詞の中にもこの波に乗ってとかあるんですけど、うん、明るい海のイメージとか出てきたり、うん、選手も多分本番前に聞いてこれですごいモチベーション上がるんだろうなっていうすごく聞いててワクワクする曲ですですね、はい、この波に乗って選手の皆様がこう、うん、いい結果を出せるように、ね、そうですね EXILE で精一杯応援させていただきたいと思います。はいそして、EXILE THE SECOND から、いよいよシングルが、発売することになりました、7月13日リリースでタイトルはイエイエイエイというかなりもうタイトルがあって上げの楽曲になっております、この夏に本当にぴったりな曲だと思いますし、PV の方はですね、夏のプールサイトで、セカンドのメンバーとあとは今回EXILE TRIBE のメンバーにも多数参加していただきましてその他にも豪華ゲストの方にも参加していただいて、夏のプールサイドでみんなに盛り上がって、行くというシーンを撮らせていただきました、2016年の夏ぜひこのイエイエイエイで皆様と一緒に盛り上がれることを楽しみにしておりますので今後夏はですねセカンドとしてもいろんな番組のイベントであったりフェスにもどんどん出ていって皆様とたくさん夏の思い出を作りたいと思っていますのでぜひぜひ一緒にセカンドと今年の夏を楽しんでもらえたらと思っております。お願いします。そして秋からですね EXILE THE SECOND のアリーナツアーも控えております。ハイ&ローのドームツアーを経てそこからの秋からのツアーということで本当にいろんなことが点と点が線となってつながっていくと思ってますのでぜひ皆様今年1年も楽しみに待っていてほしいです。お願いします。ということで、はい、今日は世界の佐藤大輝さんが来ていただきましたけどもどうしたか行きたいということで楽しかったですね。どうですか結構、まあ、写真撮影もそうなんですけど、はいまあ、インタビューもしてもらって結構インタビューがすごい盛り上がったかなと個人的に思ってます。最近メイキングもこういう風に回してもらってるんで、はい、これも随時こう更新していきますので、はい、ぜひ撮影現場のエキサイトエキザイルの楽しい雰囲気を
味わってほしいなと思います。はい、ということで、今月のエキサイトエグザイルは、エグザイルから佐藤大樹をお迎えしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。